レッド、どうかな。エアリスはクラゲのように柔軟だな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。まあまあかな。私の方がうまいかも。じゃあ私行ってくる。聞いていなかったのか。これは動物のレースだ。人間だって動物ね。問題ないよね。これ何色に見える？先輩、あのですね、私正直納得してないんですけど、あの黒マントを追跡してなんか意味あるんですか？楽にしてやりましょう。孫主任ならきっとそうします。タックス？リベンジマッチだぞっと。急げ急げ。余計なことを考えるな。無理ですよ。構うな、行くぞ。待ちやがれ。卑怯者が逃げてゆく。主任、逃げたら舐められます。そうこなくちゃ。入り口の旗見なかった？あら、ご存知ない？主任と私が最強コンビだってこと。それで来シーズンはデートで着ていきたくなる水着をコンセプトに勝負をかけようと思ってるんだけど、女の子がデートをグイグイと引っ張るっていうのがコンセプトなんだ。そう、君たちまだチョコボレンタルの会員になってないよね。じゃあまずはこれを。これでチョコボを自由に使えるよ。名前はキュマちゃん、よろしくね。二人にはこの子ただ目的もなく散歩するのもなんだから、貝殻を取ってきてもらおうかな。せっかくだしできるだけ大きいものがいいな。に乗ってクラムシェルビーチを遊覧してもらいます。これはすごいでしょう。博物館とかに飾った方が良さそう。女性を笑顔にするのは貝殻か思い出か、あるいはその両方か。うん、おかげで新作水着のモチーフが決まったよ。僕は店に戻るね。あ、後でビーチのイベント会場まで来てよ。水着の発表会を開くから。それじゃあまた。ごめん、ちょっと知り合いに似てたから。ようこそゴンガガ村へ。私は青年団長のシスネ。びっくりさせ、みんなは持ち場に戻って。はい、はい、丘の上から魔鉱炉の様子が見えるわ。慰霊碑見ていてね。あ、ええ、見た。見えたわ。それがどうかしたの？捕まえといてくれ。荷が重そうね。応募応募。いつもフェアさんにごちそうになってるのだから、たまにはって思ったんだけど、全然うまくいかなくて、そしたら意地になっちゃった。なのにボムベリー味が一番おいしいって。ボムベリー？軍の携帯食料か。そうそう、ごめんなさい。おいしい。素材の味全部が調和してる。これならフェアさんに喜んでもらえそう。やったね。お金もマテリアもいらない。アイディエーター商店中、
それで言って繊細な指、あんたピアノ経験者だね。こんなところで会うなんて奇遇じゃないか。せっかくのゴールドソーサーなんだ。彼女を退屈させるんじゃないの。あなたズバリ推しに弱いでしょ。彼女さんが彼氏さんを打ち抜いちゃう。それもありね。剣ならもっとやれた。男の子が頑張る姿、それを眺める彼女の眼差し、結果は重要じゃないのね。ありがとう、いいものを見せてもらったわ。私は水着を仕立てに店へ戻るわね。二人はデートを続けてね。ノエミがランワイルドで待ってると思うから。こいつ見てて、俺の友達、魔法中毒。ちょっと、え、嘘、クラウド、ここも縄張りなの。一緒に部品を集めてくれない。何でも交渉成立。早速だけど、これが最低限必要な部品。本当はもっと欲しいところだけど、贅沢は言うまい。そろったら持ってきて。この先のパイプのスクラップ置き場にあると思うな。ある、きっとある。じゃあよろしくね。一緒に探すんじゃねえのか。この先のパイプのスクラップ置き場にあると思うな。ある、きっとある。わお、こんなにたくさん。これだけあれば本職みたいに直せそう。報酬も割増で請求できるかも。うひひひ。はあ、スラム育ちをなめないでよね。ジャンクパーツの扱いは任せてよ。ものしり。よーし、完成。これでバッチリ、報酬もがっぽり。何でも屋同盟の決定を祝してお疲れ様の乾杯でもする。約束を忘れたのか。何でも屋同士手を取り合って頑張ろうって約束。何でも屋を名乗るのはやめろ。いいじゃん、減るもんじゃないし、宣伝してあげるからさ。俺が何でも屋のキリア、報酬は。って、なんだ、お客さんじゃなくてうちの社員じゃん。こんなところまで出張、ご苦労様です。せっかくジュノンにまで進出したっていうのに、誰も何でも屋さんのこと知らないんだもん。知名度ゼロ、仕事の依頼もゼロ。ほんと参っちゃってさ。仕方ないから、私がこうして大々的に宣伝してあげてるってわけ。うわ、なにこの子、喋れるの。うわ、すっごいかわいい。ほら、おいでー。うわ、残念。お、残念と
ば、こんなに頑張ってるのに未だにお客さんゼロでさ。このままじゃ何でも屋の社長兼宣伝部長の名が廃るってことで、早速こんなのも用意してみたんだよね。何でも屋さん、お願い。モンスター退治得意だよね。そう言わずに。あ、ほらこれあげるから。こんなモンスターうじゃうじゃな場所じゃ、そりゃお客さんなんて来ないか。仕方ない、ここでの営業は諦めるとしよう。じゃあ私もう行くから、後片付けよろしくね、社員くん。おい、一緒に来る？ほらおいで。待って待って、ちょっとタンマえ、はあ、そんなわけないじゃん。あんな雑なポスターで集まる奴らの間抜け面を見て。じゃねー、私行くから。リゾートにも出店してみたんだけど、どうかな。ジュノンでの失敗を踏まえて、今回はほら宣伝も完璧。社員くん安心したまえ。なに、小言言いに来たの？おばあちゃんみたいなことしないでよね。私だってちゃんと働いてました。モンスターが出現する場所は特定済み、あとは現場監督が倒すだけ。そう、仕事が進んでいないのはクラウドが出勤しなかったからだよ。責任取ってよね。というわけで、モンスターを呼び寄せる餌のレシピは社長の私が用意したから、クラウドは材料を集めてクラフトをお願い。はい、餌ができたら遊泳禁止になってる海岸に行ってみて。素敵。それじゃあ市長から成功報酬をもらわなくちゃ。待て、市長の依頼はまだ終わってない。え、何、どうしたの？お前の始末を依頼されている。はい、それ何の冗談？ちょっと、なんで？私たちうまくやってきたじゃん。何が気に入らないの？それはミッドガルで助けてもらっていい仕事だな、かっこいいなと思って、私もクラウドみたいになりたかったんだよ。名前を語ればなれるのか？まずは形からって言うじゃない。わかった、もう名乗らないから。だからね、お願い。え、なんだろう、もしかしてかわいすぎるから。私が近くにいるとドキドキして何も手につかなくなるとか。それが答えでいいのか？待って、もしかして何でも屋を名乗ったことを怒ってる？それとも仕事を押し付けちゃったこと？それとも取り分少ない？それはクラウドが来てくれたから頼っちゃったっていうか、甘えちゃったっていうか、まあ臨機応変。こう見えても裏表経験してるから。その辺で許してやっておくれよ。何でも屋来たのがクラウドじゃなかったらあんた死んでたよ。だ、あれほど言っただろ、カモにする相手はしっかり選びなって。はいはい、分かってるよ。私なりに精一杯やってるの。そりゃうまくいかない時もあるけど、おばあちゃんはいつもそう、私を子供扱いしてやることなすこと否定しないと気が済まないの。私ずっとスラムエンジェルに憧れてた。でも私はおばあちゃんじゃない。おばあちゃんが求めるスラムエンジェルにはなれないし、ならない。私は私だから。じゃあ帰る。さっきはありがとう。当然ユーフィーね。ほら、行くよ。うん。さて、せっかくだから
仕事していこうかね。いらない。助っ人お願い。7番街のプレートがあんなことになって僕たちの心はぐちゃぐちゃになった。驚愕、恐怖、萎縮、悲しみ、怒り、憎しみ、心の中もがれ。そんな時本家の指導部からの打診があった。プレート落下は神羅の自作自演、さらなる暴挙を防ぐために神羅ビルを占拠する。武器装備は至急、意志ある者よ集え。そんな感じのね。私たちには参加する義務がある、そう思ったの。母さん、渡るなら敵の巨人を全滅だよ。この遺跡はライフストリームに感謝して祝福するための場所だったらしいの。私たちはここで遺跡修復のボランティアをさせてもらってる。星に帰った人たちのために少しでも何かできればと思って。何をどうすりゃいいんだ。壊れてしまった星の泉の修復。あんまりにも型が古くて僕たちじゃうまく使いこなせなくて。あいつらに見せたかった。どこかで見てるさ。私たちも手伝っていい？ああ、好きにしろ。こんなところで分派だ本家だ揉めたら星が笑うぜ。あれ、もう終わっちゃったんですか？はい。星の泉に新手のモンスターが出現して危険な状況のようです。うまくいったようね。いえ、僕たち頼ってばかりで何もできないですし。ありがとうよ。お前らのおかげでいろいろと型がつけられた。そんな、私たちは何も。ちょ、何を言い出すの？だってよ、あれから本家とも連絡取れてないし、このまま何もしないでいるよりマシだろ。そうだけど。忘れ物。はい。各データを詳細に分析したところ、巨大な生命体が存在する可能性が。このヒダの奥まで調べ尽くしたい。この蚊がこの手につかむのだからな。納得できないわ。ヒュージマテリアの人工生成技術はあと少しで実用化できるのよ。ビルのロビーにでも飾りますかな。マテリアなんぞどうでもいいが、抜け殻の方は私が引き取るぞ。ねえ社長、本当のことを教えて。いい機会だ。あの今よりも豊かになるんですよ。もう生き方の違いですね。となれば話し合いでどうなるものでもないでしょう。村長、そろそろ氷結に移っては。
くそ。マコーロが事故を起こしたなんて言いふらされたら困るの。だからごめんなさいね。あんなに頑張るあなた泣けるわ。到着まであとどのくらいかしら。半時ほどかと。どれから使おうかしら。出番が。出番は作るものよ。何なのあれ、魔法の匂いにつられて小映えがたかっているみたい。スカーレット、ヒュージマテリアを回収してすぐ戻らなくちゃ。いいざまね。何、もう傷ついたりはしないの。あれ、限りなく、とんでもなく。貸し付けんだよ。何してんのよ。私の獲物発見。お遊びはおしまい。今いいところ。絶体絶命ね。撤収。このスフールって何者？出てこないじゃない。15年前ラディオルにおける地質調査に参加に、放送は多くの市民、各地域の住民たちが見たはずです。レッド、どうかな。ティファはイルカのようにしなやかで、エアリスはクラゲのように柔軟だな。褒めてくれてるんだよね。人間の美醜は私には分かりかねる。お待たせ。クラウド、どうかした？え、ああ、いや、ここはその日差しが強い。気をつけろ、焼きすぎると痛い。あとでな。クラウドも真っ赤になりそう。ヒリヒリでヒューヒューだね。やっぱり好きだな、見上げれば空って。首を痛めないように気をつけろ。でも届かないものに手を伸ばすのってちょっと怖いね。エアリスはこんな気持ちなのかな。そうかもな。見て、あそこ。ん？いい写真撮れましたか。おっほ、我ながら子供のような顔をしとるわ。やっぱり好きだな、見上げれば空って。首を痛めないように気をつけろ。でも届かないものに手を伸ばすのってちょっと怖いね。エアリスはこんな気持ちなのかな。いい写真撮れましたか。おっほ、我ながら子供のような顔をしとるわ。もっと知りたいな、クラウドのこと。クラウドがいるから張り切っちゃった。クラウドは何度誘っても来なかったよね。そうだったか。子供の頃からやってるからな。クラウド、一人ぼっちでも平気だったよね。今日からシロだよ、新しい家族と一緒に。それでその山での子育ては難しいと思って連れてきてしまったんですけど、
ティファが弾けばいい。え、それはできない。いいえ、私は子供の頃にピアノをやってました。ママに教えてもらって。はい、機会があればぜひ。いえ、素敵な歌だと思って。ちょっと、ん、クラウド、何でも屋の出番。いいだろう。お前にかけるぜ。聞かせて。